軽量経済学、軽量経済学、軽量経済学とは、経済学の理論に基づいて、経済モデルを作成し、統計学の方法によってその経済モデルの妥当性に関する実証分析を行う学問である。分析の対象となる、経済系列は、次の3種類に対別される。実証分析は、多くの場合、回帰分析を通じて行われる。 回帰式の推定方法には様々なものがあり、最も基本的なものがある図、最小事情法である。非説明変数フォーミュラ1を説明変数フォーミュラ2で表す回帰方程式を設定して、非説明変数の測定値と説明変数の測定値及び回帰式を用いて求めた非説明変数の推定値の差。 これを残差と呼ぶの事情和を最小にする係数を求める。実績値フォーミュラ3及び推定値フォーミュラ4との残差フォーミュラ5の事情はが最小になるようにフォーミュラ6とフォーミュラ7で一時微分する。すると正規方程式が得られる。最後に得られるのが最小事情推定量フォーミュラ6とフォーミュラ7であるのうち 1>, 1から3を満たすとき、ガウス・マルコフの定理が成立する、4は不要であることに注意せよ。ガウス・マルコフの定理は、上記1から3の過程のもとで、最小事情推定量は、最良線形不変推定量であること、つまり線形かつ不変な推定量の中で最も、望ましい性質分散最小化、思っていることを保証する。また、多次式、指数、 対数、ロジスティック方程式は変数を一時に変形した回帰方程式で表せる。最後に、単回帰分析によって得られた最小事情推定量の帰却下比は最小事情推定量が定数項と説明変数の数の和を自由度とする t 分布に従うことから t 検定によって検定される。帰無仮説で係数を0とする t 値が高いほど優位である確率。 つまりモデルが棄却される確率である、P 値が低くなる。統計的仮説検定の論理を厳密にたどるなれば、この検定では、係数が0回かを検定しているに過ぎず、たとえ帰無仮説を採択できなくなったとしても、それが係数が他の特定の値であることを支持しているわけではない。対立仮説の設定以下により、片側検定、両側検定の違いはあっても、 検定していることは例かどうかということだけである。説明変数を2つ以上にする場合を多重回帰、または重回帰という。重回帰では、スカラー表示だと式が複雑になるので、生産的ではない。行列表示で理解できれば必要十分である。真のモデルを行列表示で、フォーミュラ10としたとき、ある図推定量は、フォーミュラ11となる。 多重回帰分析によって得られた複数の最小事情推定量、すなわち、係数の複数線形制約の規格可否は、分散不均一の場合でも LM 検定、誘導比検定によって、検定可能である。これら3つの検定統計量は、すべてフォーミュラ中に分布するものであり、全近的に全く同じものである。分散均一性の過程が満たされた下では、 解分布上における回答計量の値によって可否を定める回検によって検定可能である。この場合の F 統計量は、ボルド検定統計量と1対1に対応する。個別係数の優位性は、単回帰と同様に T 検定で見ることができる。重回帰分析では、マルチキャリニアリティが生じるため、係数の検定ができなくなる。ただし、係数や、 共分散行列の推定量の一致性を損ねないため、前近理論を重視する最近の計量では問題視されない。誤作項が標準的過程を満たさず、系列相関や不均一分散、説明変数との相関などが生ずる可能性がある。こういった場合、パラメータを推定するにあたって何らかの処方箋を講じる必要が出てる。これは、 統計量の性質と不可分な関係にある。標準的過程が崩れた場合として、以上のような対処法があるわけだが、前近理論を重視する近年の計量では、最初から標準的過程が崩れた世界を想定し、推定を行っている。説明変数との相関が存在しないことが確信できる場合は、ホワイト修正やニューウエスト修正し、確信できない場合は、 操作変数法に頼るのが最近の流れである。操作変数法の場合にもホワイト修正やニューウエスト修正を行いが安全な分析を行うのが一般的である。このような流れの背景には全金理論を重視し推定量の効率性について決視する軽量経済学流れがある。上記にあるような対処法は標準的過程を満たす世界を作ろうとする努力と言えるが、 その努力の理由は、アルズ推定量が、裁量線形普遍推定量になるからである。すなわち、アルズ推定量の効率性を痛い,いのである。前金理論重視の軽量経済学では、効率性と正しく仮説検定を行えることの、トレードオフで、校舎を重視している。よって、標準的過程を満たす世界を作ろうとする努力は、最近ではそもそも行われていない。 定定式化に関しててははな検定方法が提唱されているる中ででもは有名である入れ子型とは次のような式を指して言う。もし下の式においてフォーミュラ14であれば両方の式は同一になる。このように一方の式が他方の式の特殊型として表される場合、入れ子型という。この場合、 フォーミュラ15を t 検定することによって、いずれの定式化が正しいかを判断することができる。しかしながら、以下のような場合は、通常の t 検定を用いることはできない。この場合、互いに特殊型となっていない。これをヒーレコ型という。ヒーレコ型の検定方法としては、古くは COX による分布属の比較による検定が提唱され、後にペッサラによって、 回帰分析への応用が可能となった。しかし、いずれも、計算方法が煩雑であるという問題点があった。そこで、デビッドソンマクナンが J 検定と呼ばれる、検定統計量を開発し、現在では広く、一般的に用いられている。これは、通常の T 検定を用いることが可能であるが、検定力が低いという欠点を持っている点は、注意に値する。 日系列を階級別に階級が高くなるほど一定の前近線に近づいていく累積密度曲線を推定したモデルである。例えば年収に対する車所有割合といったに地系列をこのモデルで推計るためアンケート分析に用いられることが多い。ロジットモデルでは誤差項、格乱項にロジスティック分布を仮定するのに対してプロビットモデルでは誤差項、格乱項に 標準正規分布を仮定する。両者の違いはこれだけである。系列が切断されている場合に、切断された系列を復元して求めた回帰モデルである。母集団に関するモーメント条件に対応する、標本モーメント条件が成立するように推定する計量手法。モーメント条件の数が推定すべきパラメータ数と同じ場合が、モーメント法である。しかし、 モーメント条件の数の方が推定すべき、パラメータ数よりも多い場合でも推定可能であり、この意味でモーメント法を一般化した推定方法をあることから一般化モーメント法と呼ばれる。しばしば GMM と略記される。ある図推定量や法推定量なども GMM 推定量の特殊ケースとして解釈すること可能である。 GMM はかなり一般的な過程のもとで一致性を持って推定を行える上に GMM が登場する前にあった多くの推定量をその特殊ケースとして解釈できることから非常に有用な広範なクラスの推定量といえる GMM が登場することによってそれまでは実証が困難と考えられていた複雑な非線形モデルも直接実証することが可能となった ポスト GMM として、軽量経済学の理論研究者の間で盛んに、研究が行われている、推定量、以下に、最優法の基本的な考え方を説明する。通常の古典的軽量経済分析においては、パラメーターは未知の固定された値であり、データが確率変数であると解釈する。すなわち、我々が手にするデータは背後にある。 観測できない母集団ら確率を伴って、発生された数値である、と解釈する、厳密には、確率変数とは実数値関数であるが、ここでは説明の便宜上このように記しておく。例えば最小値情報では、残差平方和を計算し、それを未知パラメーターで変微分して、推定量を求める。ここでは、あくまでもデータが、確率変数であることに注意しておこう。 一方、最優法ではデータは固定された値であり、未知パラメータが確率変数であると解釈する。このように解釈する背後には次のような考え方が存在しているとされる。我々が観測できたデータは母集団にあるとされるデータ発生メカニズムから最大の確率を伴って発生されたのである。優度とは確率の言い換えに過ぎないとすれば、その優度が 最大の状態で道パラメーターを求めることができれば、それが最優推定量になる。実際の計算方法としては、まず誘導関数を導出する。簡単化のために関数の対数を取り、対数誘導関数を導く、対数関数は単調増加関数であるので、誘導関数の最大化と、対数誘導関数のそれとは値である。ここでは簡単に、 単純回帰を例に説明しよう。まず以下の式を考える。ここで、古典的計量分析では、フォーミュラ16とフォーミュラ17は、本来、確率変数であるが、最優法ではこれらを定数とみなす。従って、この式では、フォーミュラ18のみが、確率変数である。そこで、この式を、フォーミュラ18の式と読み替えるために、以下のように書き換える。 ここで、フォーミュラ18が正規分布に従っていると仮定すれば、変数変換を用いることにより、右辺も正規分布の確率密度関数の中に組み込むことができる。密度関数は確率を与える関数であるので、それを最大にするようなパラメーターフォーミュラ21とフォーミュラ22とが最優推定量となる。複数の回帰式によって表される。 同時方程式モデルと連立方程式モデルがある。複数の構造型モデルを一般化したのがである。これは、経済モデルである構造型の多項式の中の内成変数を外成変数でとったものである。つまり、内成変数を外成変数のみで表したものである。期間内の推定を打ち出し、期間外の推定を外装と呼ぶ。モデルが発散せずに収束するか。 ファイナルテストを行って、モデルを完成さる。識別制約、すなわち、同時方程式バイアスが発生する場合がある。モデル式の中の内成変数が、モデル全体での外成変数の数から1を引いた、自由度と等しい時ちょうど識別されるという。少ない時は過剰識別、多い時は過小識別されるという。実系列分析では、単次系列とまた時、パネル系列を用いる。 系列には定常データと非定常データがある。系列が単位値や共和分を持つかどうかが問題となる。1960年代まで古典的軽量分析において時系列データを用いた回帰分析ではデータそのものに対する考察はほとんどなく、そのまま最小時情報などが適用されていた。主にマクロ軽量分析では 高い決定係数を示す分析結果が多く、それは結果の妥当性を示すものと認識されていた。これに対し1970年代に入ると、グレンジャーが無関係なランダムウォークに従う変数同士を回帰させた場合、無関係にもかかわらず、回帰係数の値が統計的に例でない値になり、 高い決定係数を示し、同時に低いダービンはトソン統計量を示すことをモンテカルロ分析から明らかにした。この結果の意味することは、1970年代以前に計量経済学で検証されてきた様々な経済デルが統計的には全く意味がない可能性があるということである。この画期的な論文を発表する前は、 軽量経済学者及び統計学者からはあまり評判が良くなかったが、彼らも実際に分析したところ、同様の結果を得たことから次第にデータそのものに対する考察が進められてきた。1970年代から急速に研究が進み、1980年代に入ると、p c b フィリップスが近字党とも言えるべき論文をイコナメトリカに掲載する。 同じ号の次の論文が、グレンジャーがノーベル賞を取る理由の一つとなった、共和文に関する論文であった。これらの論文により、単位犬及び共和文の検定が普及することとなる。先にランダムウォーク同士の変数を回帰した場合の話をしたが、単位の検定とは、基本的に変数がランダムウォークであるか否かを検定する方法である。 ランダムウォークとは次のように定式化される確率変数列のことを言う。この式は知式においてパラメーターを1にしたものと同様である。したがって、この式においてフォーミュラ23の仮説検定を行えば良いことになる。しかしながらこの式で検定統計量を導出すると、それは通常の t 分布に従わないことがわかっている。共和分とは簡単に言えば、 ランダムウォークに従う変数同士の線形結合が定常過程に従うことを言う。通常の経済変数はそのほとんどが相変数であるので、このように言ってしまって構わないであろう。しかし、理論的には次のように定義される。ベージアンが古典的軽量経済学及び時系列分析と一線を画するのは確率を主観的に扱う点にある。ベージアン軽量経済学では、 例外なくベーズの定理が用いられる。ベーズの定理は条件付き確率の定義より直接導かれるものである。データをフォーミュラ25関心のあるパラメータをフォーミュラ26と置く。ベージアンではデータを固定した値、パラメーターを確率変数と解釈するのでデータを所与としたパラメーター推定を行うことになる。これは古典的計量を経済分析における 最優法と基本的には同じ考え方である。パラメーターは以下のようにして求められる。まず条件付け確率の定義よりを得る。右辺の分子に再度、条件付け確率の定義を適用して、ここで右辺の分母は所与のデータの確率を表しているので、定数とみなして差し支えない。したがって、ベーズの定理として以下の式を得ることができる。 ここで、フォーミュラ27は、比例関係を表している。最後の式は次のように解釈する。左辺はデータが与えられた下でのパラメータの従う、確率、すなわち、自己確率を表しており、右辺はデータが与えられる前の事前確率に、パラメータに関する U をかけたものに比例している。つまり何も情報が与えられていない。 事前確率に誘導をかけることによって、事後確率を得るという情報のアップデートを、このベーズの定理は表していることになる。ベージアン計量経済学では、常実のベーズの定理を用いるだけでよい。問題はいかなる事前分布を用いればよいかという点にある。誘導は古典的計量を分析における誘導関数と同じであるので、事後分布を導出するためには適切な事前分布を、 想定しなくてはならない。事前分布には以下の二つが考えられている。協約とは、協約複素数という言葉からもわかるように、基本的に同じ構造を持ち合わせていることを意味する。ベーズの定理における協約とは、事前確率と自己確率とが同じような分布に従うこという。統計学においては分布属という概念がある。数理的構造が同じである場合、 同じ分布属に従うという例としてが挙げられる。先のベーズの定理において、優度と事前確率とが共に正規分布に従っている場合、事後確率も正規分布に従うことが簡単にわかる分布の再生性による。他にも、事前分布が逆ガンマ分布に、優度が正規分布に従っている場合も、事後分布は逆ガンマ分布に従うことが導出される。 分析の容易性という観点からは、自然協約事前確率を用いることが望ましい。しかしながら、いつでも都合の良い事前確率を想定することはできない。この場合、次の無条件事前分布を用いることになる。自然協約事前分布と違い、こちらは事前分布にまつわる情報が何もない、いわば白旗を挙げている状態を指す。こういう場合には、 例えばパラメーターの事前分布としてパラメーター空間に多いすべての値が均一の確率を有していると仮定するのが自然であろう。したがって無条件事前分布の候補の一つとして一応分布が挙げられる。また、ジェフリーズによる無条件事前分布というものがある。これはフィッシャーの情報行列の平方根を事前分布として用いるものである。 ところで、一様分布を事前分布に用いる場合、結果として、古典的軽量を分析における最優法と同じ結果を得ることができる。古典的軽量を分析における最優法をベージアンで解釈すれば、事前分布に一様分布を仮定し、自己分布のモード、最頻値を求めていることと同じになる。古典的軽量を分析においては、パラメーターが、 t 分布に従うと仮定して、信頼区間を計算する。また、有意水準を設定することにより、仮説検定を行うことになる。通常、有意水準は5%に設定されることが多い。これは経験則のようなものであり、合理的根拠は全く存在しない。このことは、の計算可能性と関係がある。統計的仮説検定には、第一種の過護と、 第2種の過言があるが、分析者がコントロールできるのは、後者だけである。5%という値が意味しているのは、100回のうち5回は、間違った判断をすることを許容していることになる。ところで、ベージアンでは、検定力という概念は存在しない。これは、検定方法に理由がある。古典的計量分析におけるネーマンピアソン型の仮説検定では、 上に述べたように有意水準、何パーセントの間違いを許容するかを設定する必要がある。すなわち、第二種の加護をコントロールして仮説検定を行っている。これに対しベージアンでは、ベーズの定理から自己分布を得ているので分布の密度が高い部分の95%の範囲を選ぶことができる。古典的軽量分析では、信頼区間と言われているものが、 ベージアンではと呼ばれている。中でも密度の高い部分の信用区間を選ぶことが多く、これを最高自己密度区間という。古典的計量を分析における信頼区間では、パラメーターの従う分布を例えば t 分布と仮定した上で仮説検定を行っている。しかし、いつでもそのような分布に従うとは限らない。これに対して、ベージアンでは、 事後の分布を特定化できるために、常に密度の高い信用区間を得ることが可能となる。言い換えれば、ベージアンの仮説検定は極めて直接的であると言えよう。ベージアン軽量経済学は、常にベーズの定理を適用し、条件付き確率を用いた議論を行うという点で一貫性を有している。しかしながら、少しでも分布が複雑になってしまうと、事後分布を 解析的に導出することが不可能になるケースが多い。また、仮に導出できたとしても、今度は数値計算が難しくなってしまうという問題がある。このため、これまで、軽量経済学において、ベース分析は少なかった。ところが1990年代に入り、主に統計物理学の分野で発展してきた、マルコ・フレンサ・モンテカルロ法が導入されたことにより、 統計分析におけるベーズ分析の適用が爆発的に普及することとなった。また、ゼルナー A 以来テキストブックも出てこなかったが、ここ数年で次々とベイジアン軽量経済学の教科書が出されるようになった。また、マクロ経済学の実証分析におけるベーズ分析の需要も相まって軽量経済学において必要不可欠な分析装置となりつつある。 以下では MCMC MC の基本的な考え方を述べることとしたい。以下ではマルコフレンサの基本的内容については基地のものとする。ベーズであるがゆえに生涯つきまとう問題は確率を主観的に扱っているという批判である。古典的軽量分析は頻度論的確率に依拠しているため確率については客観的に振る舞うことが可能である。しかし、 いかなる分析において主観が介在しないものはない。例えば線形回帰モデルを例にとっても、なぜ線形模型を構築したのか、なぜその変数群を選択したのか、こういう点に分析者の主観が大いに入り込んでくる。例図ではその主観がただ確率に混入しているに、過ぎない。それを挙げつらって批判するのは、何の実りもない。情報の有効利用という観点では、 ベーズ統計分析がはるかに優れている。それは分析者の持っている情報を事前確率という形で定式化し、それに誘導をかけることによって、自己確率を導出できるかだ。つまり、情報の更新という視点を、ベーズは積極的に使っていることになる。これに対し、古典的計量を分析では、既存の分析方法の聖地化以外に進歩する余地が、 ないのが実情である。ノーベル賞級の業績と言われている GMM も、かつてのモーメント法を改良しただけに過ぎな。確かに既存の方法論を特殊型として含んでいる点では、科学哲学、とりわけ素朴米根主義の観点からも、パラダイム転換に近い影響を与えたことは、間違いない。しかし、その後は、理論の聖地化以外に得られるものはなかった。ベーズ分析も、 基本は、ベーズの定理の応用でしかない。しかし、MCMC MC の発展、導入により、分析方法が飛躍的に拡充した。これまで、解析的に不可能であったものが、数値的に簡単に分析できるようになり、同時に理論面でも整備が進んでいる。実際の応用という点においても、その有用性をベーズは物語っている。未だに軽量経済学の世界では、 標本理論とベーズ理論とが対峙しているままである。またベージアンの不利な点は、ベーズを学ぶためには、標本理論を、ある程度理解していることが前提であるとこにある。したがって、軽量経済学におけるベージアンの人口は、標本理論に比べてはるかに少ない。しかし、昨今の応用事例の幾何急数的な増加、及び教科書、専門書の体系化も、相まって、 今後ますますベージアンは増えていくものと思われる。米国や日本では確率に関する哲学的議論が未だ残っているためにベージアンを導入するのに消極的な研究機関が多い。そうすることによって分析手法や視野を狭めている可能性がある。1970年以降は時系列分析、ミクロ計量経済学が流行である。 時系列分析で2003年のノーベル経済学賞は単位値、ね、共和分という概念を提唱したロバート・エングルとクライブ・グレンジャー受賞した。ミクロ軽量経済学で2000年のノーベル経済学賞はトリートメントエフェクトの推定方法を提唱したダニエル・マクファデンとジェームズ・ヘックマンが受賞した。軽量を経済学は経済モデルの実証研究を行う学問であり、 近代経済学の発展に大いに貢献してきた。現代ではマクロ経済分析にとどまらず、ミクロ経済学の分野である財政学や労働経済学などにおっても必要不可欠な分析手法となっている。特に最近ではマイクロデータの整備が進んできたこともあって、とりわけパネルデータや離散選択等を利用するミクロ軽量経済学が盛んである。また、 時系列分析は金融工学という学問体系にまで発達を遂げた。ただ単に経済モデルの検定にとどまらず、工学分野への応用によって、さらに軽量経済学を活かすことのできる可能性が広まっている。実際の実証分析では、商標本理論よりも全金理論が重視されており、推定量の一致性を確保することが大前提になっている。 かつては一致性の次には商標本特性や効率性を追求していたが近年ではそれよりも仮説検定に関する一致性を重視している今後データが増えることが予想されるので全近理論を適用することの正当性が高まるという観測がこのような流れを生んだ一因と言える楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください